超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです。は、海空陸による日本の小説。イラストは桜猫。略称は超余裕。が文庫より2015年10月から2020年2月まで全10巻が刊行された。メディアミックスとして山田小太郎による漫画版がヤングガンガンにて2016年15から2021年20号まで連載され、 2019年にはテレビ屋にメカされた。2019年9月時点でシリーズ累計発行部数は100万部を突破している。いわゆる異世界転移の一つ。本作の異世界ものとしての特徴は7人の主人公が異世界に飛ばされる点とタイトル通りに7人は異世界に飛ばされる以前に超人的な能力の持ち主である点にある。ある日、 世界最高の政治家のおこかみし、世界最高の実業家のさなだまさと、世界最高のマジシャンのプリンス・暁、世界最高の剣豪の一条、葵、世界最高の発明家の大星ホリンゴ、世界最高の医者の神崎勝キ・オン、世界最高のジャーナリストのサルトビシノブラ七人の超人的な能力を持つ高校生の乗った飛行機が太平洋上空で消息を絶ってしまう。 七人が目覚めるとそこは、獣人やエルフなど、人とは異なる姿を持つ人々が暮らしドラゴンが空を飛び交う、地球の常識とは、かけ離れた異世界だった。エルム村の人々に助けられた七人は、外の世界からやってきた七人の勇者が、大陸を救ったという伝説を聞き元の世界に変える、手がかりになるかもしれないと考えたが、村の少年、 エリクの話によると村には7人を養う、金銭的余裕がないことが判明。超人高校生たちは、恩返しを兼ねて、それぞれの特技を活かした任務に向かうのであった。声は突起ない限りドラマ CD 及びテレビアニメで、共通のキャスト。文庫版を原作とした、テレビアニメが2019年10月から12月まで、東京 MX 他にて放送された。 小林祐介と石上静香によるウェブラジオ、小林祐介、石上静香のゆず、ラジとのコラボレーション番組、超人高校生たちはゆずラジでも余裕で生き抜くようです。が、2019年10月2日よりニコニコチャンネルにて、毎週水曜に配信。翌週水曜は響きラジオステーションでも配信。アニメ放送時期ではニコニコ生放送でも配信が行われていた。 ありがとうございます。